どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。ゆめぴーです。イェイイェイ。さあ、はい、今回は、はい、寄せのお勉強をしていきたいと思います。つめぴーはどっかに消えちゃいましたか？つめろぴーです、今回は。つめろぴー？つめぴーです。あのね、よく詰将棋詰将棋って言うじゃないですか。はいはい。唐突に詰みの局面が現れることってないんですよ。まあそうですよね、うん、これは詰めろかってよく言ってますね。そうなんですよ。その前の段階で、はい、よく追い詰めて追い詰めて最後に詰ますということなんで、うん、その前の段階の詰めろが大事なんですよ。ただ詰めろって何だろうって人いると思うんですよ。あの、知っててもよくわかんないもんね。ね。まあ、詰めろっていうのは、うん、次に詰ましますよってことです。はい。はい。なんとなくわかるんだけどね。じゃあ、この例題をね、まず作ってみましたんで、はい、この瞬間って、まだ相手の王様捕まえることできないんですよ。うん。ただ、2回連続ね、刺せるとしたら、どう刺すかっていう考え方ね。はい。ちなみに今回は、相手の王様の方はね、はい。あの、持ち駒なしということで、おぉ。はい、考えてみます。まあ、実践だと持ち駒持ってることが多いですけど、今回はちょっと練習でね、はい、やってみたいと思います。はい。じゃあ、ゆめぴーさん考えていきましょうか。はい。うん、詰めろをかけてください。詰めろをかける。はい。2三銀。はい、2三銀正解ですね。これで、はい、次に狙いがあるわけじゃないですか。はい。次の狙いわかります？はい。玉をね、そうですね。詰める。捕まえると。はい。2二金。そうですね。はい。はい、こうやって詰みと。はい。まあ、この場合は、1、2金でも OK、はい、ということですね。はい。で、このね、銀打ちが詰めろの一手なんですね。はい、うん。はい。これが詰めろで、この2、2金で一手詰みと。はい。いうことなんで、この2、3銀がね、大事な手なんですね。うん。うん。まずこれが一つと。はい。うん。で、この場合はね、金を打って、次に銀を打っても正解です。そうですね。はい。はい、これもどちらも正解。はい。で、ちょっと次の例題行きたいんですけど、ちょっと形を変えて、2三歩と1三歩ね。この2枚の歩が入りました。はい。この場合はどうやって詰めろをかけるかと。自分の理想でいいです。はい。理想。はい。2回連続ね、刺すことができたら、うん、どうやって捕まえるかっていうことなんですよね。はい。うん。じゃあちょっと考えてみましょうか。はい。3一銀。はい。素晴らしいですね。あ、本当ですか？はい。大正解です。褒められた。で、次にどう刺すかってことですね。はいはい、2二金。はい、2二金ですね。大正解でございます。イエーイ。でね。はい。あの、まあ、2回連続させるとはいえ、はい。ここに打ってしまうと、はい。さすがに取られるじゃないですか。そうですね。だからちょっとね、はい。3三銀はちょっと違うと。はい。で、ここ何がいいかっていうとね。はい。こう例えば、相手の手番なんで、本来なら。ええ。逃げることもできるんですけど、はい。この場合も、これで捕まってるんですね。そうですね。うん。ということで、この3一銀が、はい、まあ、詰めろであり、必死なんですね。これちょっと難しいかもしれないんだけど、はい、詰めろっていうのは、あの、次に詰ましますよっていう手なんですけど、はい、必死っていうのは、どんなことをしても受かりませんっていう手が必死なんです。必死と詰みの違いがわからないです。はい。これは、詰みです。うん。詰みの状態。はい。で、持ち駒もしない場合ね、はい、ない場合の銀打ちは必死です。で、1個手前の段階です。必死は詰みってのも絶対勝ちです、はい、相手が誰であろうともその手を刺せばこの手刺せばもう勝ちじゃないですか。あ、なるほど、うん、で必死っていうのは、はい、相手持ち駒ない場合ね、はい、相手が誰であろうと受けがないんです。なるほど、うん、だから自分の王様が詰まされなければ、はい、もう勝ちです。なるほど。まあ詰めろと必死ねちょっと難しいんですけど、はい、とにかくこの二回で済ますってことは大事なんですよ。うん。うん。この一回ちょっとね、近づいておいて、うん、次にこれで捕まえると。このコンビネーションがね、大事なんですよね。特に実戦だと、ついついね、こういう手できないんですよね。こういう手とか、はい。こういう風に打ってね、ちょっと邪魔するみたいな、待ち駒みたいな手ができないので、こういう手を覚えていくと勝率アップ間違いないです。待ち駒っていうんですね。まあそうですね。はい。はい、で、じゃあちょっと、もうちょっと例題やっていきたいんですけど、はい。こういう状況だとどうですかね。これで、これで詰めろをかけてください。詰めろ。次に詰ましますよという手。うん。これはいくつか正解があります。はい。まあじゃあ、はい。2三飛車。2三飛車ね。はい。これ大正解ですね。はい。次に、
どう指す狙いですか？あ、2二金です。そうですね。はい。取られると。はい。うん。で、まあ、これは、うん。大正解ですね、うん。じゃあ、ちょっと形を変えて、はい。こうなってた場合どうですかね。そうなってた場合。はい。これだと飛車とか金とか打てないじゃないですか、これ。はい。うん。そういう場合は、ちょっと違ったね、作戦で行くしかないですね。はい、3人飛車。3人飛車ね。素晴らしいです。はい。これで、次に捕まえられますね。はい。同じく2二金です。はい。2二金と打って、はい、飛車と金のコンビネーションで玉を捕まえると、うん。はい。これはね、初心者の方ね、うん、勉強になってると思いますよ。あ、そうですか、ね。はい。これはいいと思いますね。うん、この考え方。で、まあ、この場合はね、遠くに打ってもいいですね。はい。6二飛車とか、9二飛車とかね。まあ、そうですね。また遠くに言ってもいいです、ね。はい。それでは、はい、少し難しくなるんですが、うん、この形だとね、どうですかね。3一角ですね。3一角です。はい。大正解。これで、次の狙いはどうですか、2二金。はい。2二金と打つと。いうことですね。はい。これで、やはり角と金のコンビネーションで、玉を捕まえることができるということですね。うん、角に対して、玉が逃げても、金を打てば、捕まっているということですね。はい、はいはい、それでは、はい、今回の最終問題いきたいと思います。来ましたね。結構ね、これ読みが必要なんで難しいです。駒増えましたね。はい。しかもね、攻め駒何もないからね、盤上には。持ち駒しかないから。はい。うん、ああ、なるほど。この持ち駒で手がかりを作ってね、はい、うまく寄せ切ってください。はい。もうね、まず初手が難しいです。ちょっと考えてみましょう。はい。詰めろをかけないといけないんですよ。よくある形といえば、はい、よくある形なんですよ。3一角。はい。そうですね。はい。これがね、詰めろっていうことがわかります、うん、うん。次でね。次どうやって詰ましますか？ね、1三金ですかね。1三金。うち、はい。はい、同桂。あ、桂いたわ。桂います。堂々といました。堂々とした佇まいでいました。もう一回。うん、金はとどめに残せって言いますね。そっか。二二銀。あ、いや。え？これ詰めろなんで、王手王手で言ってください。あ、そうですか。そうです、そうです。詰めろの次は王手なんです。詰めろの次はもう王手王手で捕まえてください。それがたとえ一手だろうが、十五手だろうが、大手大手の連続で済ませば、もう罪ですから。はい。うん。罪は一手罪だけじゃないからね。うん。1三銀。そうね。はい。1三銀と捨て駒をして、うん。桂馬で取りますよね。はい。そうですね。そこで、はい。そこで、2二金と。そうですね。はい。で、罪と、はい、いうことなんで、この罪が分かってないとね、この3一角はちょっと難しいんですよね。なるほどね。うん、でね、はい。さらに先があってですね。私もね、考えましたよ。こうつくんですよ。ああ、変化球ね。逃げ道をね。あるよね、はい。どういうことかっていうと、うん、さっきみたいにこうやってね、はい、取ってくれればいいんですけど、逃げてきた場合、はい、ちょっとこれ大変なんですね、捕まえるの。捕まっちゃうね。うん、ということで、うんうん、次もう一発ね、詰めろ言ってください。1三銀ですか？ 1 三銀はね、王手なんで詰めろではないんですよね。あ、王手しちゃいけないの？大手してもいいんだけど、なんていうかその、詰めろの定義がね、難しいよね。はい。うん。超大ヒントだと、うん、2三玉って逃げられるとね、ちょっと厄介なんですよ。うん。うん、だからそれをね、ちょっと塞ぐみたいな。なるほど、ね。待ち伏せするみたいな感じですね。はい。この待ち伏せがね、実戦だとよく出てくるんですよ。うん、へー。ついついさ、大手大手で済ましたくなるんですよ、実戦だと。うん、大手って楽しいからさ。けど実は待ち伏せした方が勝率上がります。そうなんです。ここに逃げられないように銀を打った方がいいんじゃない ?3 二銀。はい。大正解でございます。これでね、実はがんじがらめなんですね。次、オメピーさんの番だったらどう指します？あ、動けない。そうなんです。角と銀の力でも動けないですよ、玉が。はいはい。どうぞ。2二銀。2二金ね。はい。逃げます。あ、違った。いや、これも詰んでます、実は。あ、詰んでます。はい。これね、くしくも両王手っていう形になります。2三金。そうですね。はい。2三金と。まあ、
鉛筆は3点積ましましたけど、うん、まあ、これも正解です。1三金でよかったんですよね。1三金は同桂がありますね。あれここです。こちらです。あ、2三金か。うん、こう打つと、取った時取り返せるからね。あれ、私さっきなんて言った？さっき2二金って言いましたね。あ、そうか。まあこれも詰みだけどね。はい。うん、詰将棋だとね、うん、この問題実はね、四詰めがあるんだよね。別の正解があるっていう。三二銀以外の正解も見つけてしまいました。こうやる手なんでね、ここに打つ手。はい。で、こう取った時に、うん、こうやって、うん、で、こうやると。まあ、こういうやり方もあるよっていうね。はい。まあ、いくつかパターン知ってると得だから。今回のテーマは、はい、あの、次に詰ましますよという、詰めろというね、お勉強だったんですよ。はい。うん。それが、この3一角ね。うんうん。ちょっと難しいけど、うん。まあ、1三銀から2二金という狙いがあるということですね。はい、ただ、詰めろの感覚分かりました？なんとなく。はい。駒同士がね、手をつないで追い詰めてるってことですよね。そう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 。だいたい金と銀とかね、はい、飛車と金とか、そういうパターン多いですから、はい、うん、ちょっとこういうふうに待ち伏せして、次に詰ますみたいな手をさせると、終盤必ず役立つと思うんで、はい、寄せの基本ですから、ぜひそれを意識してね、指してもらうといいかもしれません。うん、困った時はね。どうでした？ビさん。難しかった。難しいね。あのね、詰みより難しいんだよ、実は。詰めろって。詰みは、一手詰めとか三手詰めとか、はい、実戦で現れたらね、詰ませられることあると思うんだけど、詰めろは意識しないとかけられないから。え、詰めろってだってそもそもその先の詰みが分かってないとかけられないじゃないですか。そうなんですよ。さらに詰みが存在していても、うん、自分の実力がないと詰ませられないからね。まあね、だいたい見つからないもんですからね。そうそうそう、うん、自分なんかでもよくあるんですよ、はい、詰めろかけたつもりでもその先の13手詰めとかが分かってないと無駄になっちゃうんだよ。だから、あの、自分が分かる詰めろをかけることが大事です。はい。うん。相手が何もしてこなかったら詰ましますよ、みたいな。うんうん、その先考えてると、すごくいいと思いますね。こういうのを勉強する本とかなんかあるんですか？詰めろを勉強する本、必勝を勉強する本っていうのは、うん、本って少ないんですよ。詰め将棋に比べて。ですから。大事な割に、うん。大事な割にね、あんまりないんだよね。そうなんです。うん。この少しずつ、はい、王様を追い詰めていくっていうね、うん、ことが、実は難しいんだよ。だから不意に詰みの局面が現れるってあんまりないから、うん、少しずつこう待ち伏せしたりして詰めていくと、うん、さらに実戦だとね、難しいのが今回はあの相手の方が持ち駒なしっていう条件でねやってるんだけど、はい、例えばこれがさ金をこう打たれたりするっていうのもあるんだよね。ありますよね。そうするとこれまた寄らなくなっちゃうから、うん、捕まらなくなるからね、うんうん、こういう相手の持ち駒とか相手の盤上の駒とかの兼ね合いを考えて捕まえていかないといけないから、さらに何倍も難しくなっていくと、うん、ただ基本的にはやっぱりこういうふうに何もない状態でね、角打って次に銀打っていけば詰みだねとか、そういうことが分かると、うん、もっと面白くなるかもしれないですね、終盤が。結局、はい、将棋ってね、あのたくさん駒取られてしまっても、うん、相手の王様を詰ませば勝ちですので、はい、こういった詰めろや詰め将棋、うん、まあ、詰みのね大切さが分かったかなと思います。詰みより詰めろという言葉もありますが、はい、今回はそんな大切な詰めろについてのお話でした。皆さんもぜひ実践で役立ててください。本日もありがとうございました。また見てください。見てください。バイバイ。チャンネル登録して次の動画もチェック。